いいよ、やってやるぜ。やってるじゃないか、ヘドロ野郎。かかってきやがれ。見えとんじゃい。おおおおお。こいつ。おお、マジかよ。こいつどうするかな、フィジカルすごいな。こっちから行ったろ。あ、いてててててて。こいつはね、あんまり守ってばっかりじゃダメだというのは。はい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 。およ、はい。もうね、水むげ水むげ水むげ、おとげおとげ、こんなもん。はい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 、もうガンガン行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。はい、あー、今度はこっちの番やから。ほんとりゃ、踏んだれ踏んだれ。気に入ったか。おい、恐れるな恐れるな、敵を恐れるな。いれ、上等じゃ、おら。パンチしとるな、こっちの番では。おら、いれ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 。これ回復ちゃうか。よしよし、いって、いれいれ。しっかり回復だけしとこう。あー、やってもた。これなんか防げそうやねんけどな。いけるいける、回復は間に合ってるよ。なかなかやるじゃん。仲良くなれそう。ひるむなひるむな。踏みつけ損ねた。いやー、ひるむな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 。ダメージは受けているが。あー、やかんか。何のゲームやねんこれ。わっしゃー、連れてやるぜ。はい、それで終わりか。で、これ決めた後すげえブチギレパンチ出してくるから。よっ、あの姿勢は突進。はい、これは飛びかかりからの肘鉄の可能性があるから、あんまり。あ、いたいたいた。これはガード、しっかりガード。これは避けれる。よいしょ、避けて。いて、いいパンチ。もう入れとこう。これつかみかかりやかわして、いて、いて、しっかり踏みつけ。これは4連続やから、ジャブ。これは飛びかかりの後はしばらく突きができる。いて、ちょっと回復がもう一個あるはずや。あたたた、いてててて、回復を取らせろ、回復を、回復を取らせろよ。汚い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 、人が回復してるときに汚いぞこいつ。いでででででで。おい、フィニッシュブロー。とどめじゃ、おら、ボケ。散々やってくれやがってよ。全身美味しそうな見た目しやがってよ。よし。ああ、勝った勝った。これ何のゲームなんですか。ふう言うてますけど。待ってろよゾイ。いや、それゾイちゃん、ゾイちゃんよかったね、このおじいちゃんおって。おらんかったら完全に終わってたねゾイちゃん。
このおじいちゃんがもしいなかったらエンドオブゾイってこと？イフナシングランパーエンドオブゾイってことですか？そういうことか。うわ、上にあったセーブポイント完全に使うべきやったな。全然気づけなかった。回復アイテムは虫食っとくか。いただきます。うん、芋虫はなかなかクリーミーで美味しいと評判ですね。こうなんかサクッと揚げたりとかしたらそんな食感もサクサクしててええ感じらしいですね。クソ、爆弾作りたいのに薬剤全然手に入れへん。槍ばっか作れるわ。槍作っとくか。あいつとの戦闘でも槍使っていてよかったかもしれへんな。なんかでもあいつとは殴り合いで決着つけたかったやん。やっぱりみんなそうやん。お、帰ってきましたね。ゾイちゃん、お薬持ってきたよ。薬を取ってきたぞ。もう大丈夫だ。もう大丈夫だよ。うそー。あ、やめろ。私のゾイちゃん。いや、ちょっと待って、違うシーンじゃない？もうこれちょっと溺死したんじゃない？ゾイちゃん、ちゃんとゾイちゃんのこと気使って定期的にこう上に上げて呼吸させてくれてるかな。あいつ大丈夫かな。スワンプマンとの激戦を生き延びたジョー、ようやく治療薬を手に入れ、あとはゾイに投与するのみ。一刻も早く彼女の元へ戻らなければ。ゾイ、右目めっちゃかっこええやん。今気づいたけど、右目以外も全体的にめっちゃかっこええやん。いいなぁ、これ元に戻さんといてほしいな。これを個性として今後生きていってほしいな。まあゾイは白いとこあるからなみたいな感じで、でまあゾイはさらわれました。追いかけるか、めんどくさいわ。何やねんスワンプマン、沼男やんけ。ゾイ、どこに行ったんだ。沼王、ゾイ返してくれ。どこ行きやがった、おる。あ、浅いのこの沼。おい、ゾイを返せ。ほんま、あ、これで追いかけていきますよと。早っ、さっきまでめっちゃ遅かったのに溜めてたんやろな、ゲージ。絶対見つけ出してやる。あ、でもワニとかいるからね。そうか、気軽に追いできへんやな。ああ、ゾイ、おれへんな。もう帰ろか。しゃあないって。おいおい、この辺りはどうなっちまったんだ。うわ、なんか、お肉。たくさんのお肉。お、あそこに着眼できそうかな。やつはこの先にいるのか。いや、知らんけど。そういう手の君だけやから、今んとこ。あれでもこれって、ああ違うか。え、違わなくなくない？ここ、 E さんがミアと、あ、ほら、この辺にミアが立ってて、この辺にゾイゾイゾイが立ってて、え、っていうことはこの先があれ、あれか、ジャックと戦ったとこちゃうか。似てるだけかな。こんだけ考察して似てるだけやったらちょっと悲しいな。はい、虫はいいよね。やっぱり芋虫だよね、時代は。うわ、これはでも輪に出そうやな。いつ出てもいいように、かかってこいよ。牙なんて捨ててかかってこい。この辺アイテムないかな。あ、なんや、虫か。食いもんやったわ。セーブポイント、ほんまセーブポイント潤沢にあるな。このさ、しゃあないといえさ、もう21世紀にもなって、扉が両、この両開きっていうか、すごいどっちにも開くシステムなの気になるわ。まあでもその辺はゲームリアルさよりもゲームやってて楽な方を取ってんねやろうな。実際片側にしか開けへんかったら面倒くさいもんな、出入り。しゃあないとはわかんねんけど、ザリガニがいっぱい。
嬉しい。やめられない、止まらない。ん、ちょっと待って、今ゴボって言ったぞ。返せ俺の槍や。よかった、帰ってきて。今度こそやな、ボケー。何やこの茶目っ気は。あ、でもこれエブリンのところにあったワニか、今思ったけど。もう一匹向こうにいるな。このワニ邪魔やわ。お、槍なんか今槍とワニが混ざった。この槍邪魔やわ言うたけど、ワニのことや。なんもなさそうかな。倒すか。いい、槍一本を確実に急所に仕留めていく、この感じいいですね。根っからのハンターやからね。これは鉄くずか。鉄くずめっちゃ手に入んのはええねんけどさーっていう感じやな。こん中に槍入ってないかな。ザリガニ美味しい。ていうか、こんなザリガニとか一匹一匹手に入れてるけど、正直なんかもう大量にいると思うよ、ちょっとそこ漁ったら。あー、ここ乗れへんのか。上行けそうやのにな。あ、なんか移動してる。泳ぐなー。よし、巡回しやがって。あれ倒さなくてもよくない？なんか倒さんでいいやつは倒したくないな。はい、 If easy。 あー、でも向こう、あれ鉄くずか。鉄くずは別にいらんかな。あいつあの辺をぐるぐる巡回してるだけやろ。槍をちょっと大事にしていきたいな。落ちた落ちました。でも行く。でも俺行く。よし、でもあと2本しかないからな。向こう側、いやでも探索したところで多分そんな、でも刺す。ワニハンタージョー、ひえー、待ってください、槍がもうないんです。槍がもうないんです。いやー、ここどうしようかな、どうしようかな。ほんまに一体一体倒してったら槍がマジで足りへんぞ。でも刺すー。作れるかな槍。木の枝と鉄くず。木の枝が4本、鉄くずがどこ？鉄くず2。あと2本だけなら作れるな。じゃあ作るか。もう作ってけ。なあ、もう作ってけ。ここで鉄くずが手に入るから、さらにプラス1本や。刺してけ。ワニは絶対に許さない。ワニハンタージョー。よーし、刺してけ。ワニやっちゃってけ。今日の晩ご飯稼いでけ。あ、ここやったんや。ちょっと待って、なんか この辺とかなんかありそうじゃない。探索を怠らない男ジョー。お、薬液ありがたーい。薬液は無限に欲しいな。薬液だけが欲しいな。薬液ハザードでもいいわ。もうどこ探索しても薬液しか出てけえへん。そんなゲームでもいいと思います。こっちは行き止まりやけど、行き止まりってことはなんかアイテムあるやろ。この辺ワニおったし。
こっちからも来れるっていうだけやった。槍を節約してねっていう制作者からの優しさを感じるルートなだけやったわ。クソガイ、やり直させろ。俺の槍を返せ。あー、どうしようかな。特に何もないな。ほな行こうか。こっち？でもここの冷蔵庫にそんなもったいつけて出てくるから。お、もうこのエフィス、モコジー、モコジーって1個あたり 5% やったっけ、 10%、 16%。 うん、いいね。やはりなくなってもうた。まあ一応あと2本作れるけど、ちょっと作っていいもんかどうかわからんから、木の枝が足りるかどうかが怪しい。え、行き止まってない？これ、行き止まりです。終わりです。ありがとうございました。嘘でした、すいません。階段ありました、目腐ってました、すいません。お、すやな。いや、これは保冷されてるやんか。これ食べれる？ザリガニ、ザリガニとかちゃうやん多分。美味しいエビやって。ん、なんや。まだいんの？ワニ、もういいよ、飽きた。ワニ、ワニ飽きた。ワニ、ステークボームや。これか、ステークボーム。とてもじゃないけどこれを木材と薬液だけで作れるとは思えへんねんけど、もっといろんな必要やと思うねんけどな。まあそこら辺はね。ていうかこのゲームなんかちょこちょこアイテムボックスあるけど使うか、果たして使うか。